朝比奈義偉は、鎌倉時代初期の武将、御家人。安保国朝比奈軍に領地としたことで朝比奈を、名字とする。朝比奈氏の当主。父、和田義盛が、北条氏打倒を企てて起こした和田合戦で、最も目覚ましく奮戦した武将。安鏡は、この合戦での義偉の活躍を詳細に記述している。安元2年、和田義盛の三男として誕生。 母は不詳。昭治二年九月、小坪の浜で二大将軍、源頼家が若い御家人と共に、傘掛けをし、船を出して、終焉を催していた際、水蓮の他者と聞き及ぶ吉秀にその芸を見せるよう、命じた。吉秀は海に飛び込み、十回王冠し、ついで海の底へ潜り、三匹のサメを抱きかかえて、浮かび上がり力を示した。 頼家がその技を称して、欧州産の名馬を賜おうとすると、この馬は兼ねて、頼り兄、和田常盛が所望していたものなので、常盛は、相撲ならば、弟には負けないと言い出し、浜で相撲の対決をした。双方大力で容易に勝敗は決しなかったため、北条義時が間に入って引き分けさせたが、常盛は衣を着替える間もなく、馬に飛び乗って去ってしまった。義秀は、 大いに悔しがり、その座にいた者は大笑いした。吉秀の代力の話は、曽我物語にもあり、また、鎌倉の朝日七霧切士は吉秀が一よで、切り開いたものという伝説もある。建略3年5月2日、二大執権、北条義時の旅重なる挑発に対し、父、吉森は、挙兵を決意。和田一族150期を率いて、 鎌倉の将軍五将を襲撃した。東鏡によると、この合戦で、最も活躍したのが吉秀であった。吉秀は相門を打ち破って南帝に乱入。防戦に当たった、御家人の井原師章、豊次つづらぬきも利主家、二位の刑事記、令和連のリラを次々に切り伏せ、神のごとき総力を表し、敵する者は死することを免れずと称賛された。五章を守る。 御家人に、いとこの高い主家持ちがいた。一族同士優を決することを望み、弓を捨てて馬上を組み合い、双方落馬しながら格闘しついに、思えを打ち取った。そこへ宝城朝時が切りかかるが、義秀は物ともせずに打倒し、朝時は負傷して、かろうじて尻いた。朝日七霧同士の史跡その後、万所前の橋で義秀は、足利義宏と会い、 義秀は逃がさずと鎧の袖をつかみ、義氏は叶わずと逃げ、鎧の袖を引きちぎられながらも、馬上の達者なために、かろうじて落馬せず、走り、そこへ、高塚さ感謝が遮り、義秀はこれを殺したが、義氏は逃してしまった。義秀の奮戦があったものの、和田勢は疲労し、由比ヶ浜へ退いた。翌三日、横山党の来援を得た和田勢は、若宮王子へ、押し出し、 幕府軍と激戦した。吉秀はこの日も奮戦し、陣へ打ちかかってきた鎮勢の住人勝負姿勢を打ち取り、土屋の力を、小郡やスタダと三菊靴輪を並べて敵陣に突入し、幕府軍を攻め立て、追い散らした。だが、幕府軍は、大軍で荒手を次々繰り出し、和田勢は疲弊し、次第に数を減らし、 ついに弟の吉直が撃たれ、愛息の死を嘆き悲しみ大泣きした、吉森も討ち取られた。一族の者たちが、次々と討ち死にする中、豪遊の吉秀のみは死なず船六艘に、残余五百家を乗せて、所領の安房へ脱出した。その後の消息は不明。和田敬図では、後来へ逃れたとしている。吉秀は大力の勇者であったため、平家物語などの軍記物語で活躍した。 大力の女武者派御前のこと伝わる。厳平清水期などでは、基礎義仲の廃止後、捕虜になった、智も御前を義盛が望み、義秀が生まれたことになっている。もっとも、義秀の少年が義仲の滅亡以前であることから、この話は創作である。宮城県黒川郡大和町に伝わる、朝比奈三郎伝説の三郎と同一人物とされる。伝説では、 朝日奈三郎は、船形山を作るために、松島湾を掘り、掘った土を引きずって運んだ跡が、吉田川になり、足跡がしない沼になり、籠からこぼれた土が七つ森の山々になったという。実在の吉秀本人に直接由来するものではなく、間接的に派生することであるが、大和町ではこの伝説上の朝日奈三郎に由来する、物表や名称が多数見られる。上田正明。 津田秀夫、長原慶二、藤井翔一、藤原明、コンサイス日本人明治店第5飯株式会社三制度、2009年28ページ、吉森の弟、吉持の子、ありがとうございます。